6の肘の頭っていうのがあって、まあ、いわゆる型が、まあ、型の使われ方の一例というような練習方法があるんですけど、それちょっとやってみましょう。はい、相手がついて、はい、まず相手、まあ、左構えで構える。はい、で相手がついてきたときに、大泉です。右足を前についてる。右足を前に、いや。はい。今顔面ですね。はい。それも今度は左足、左手をつきます。ワンツーです。ワンツー。いや、それはもう足はつきません。で、ワン。で、ツー。いや、最初がワンツーですね。最初がワン。ワン。で、ツー。で、今度はボディ。ボディ。スリー。スリー。で、今度は肘を。はい。もっと、まあ、突っ込んでいく。突っ込んでいく。そうそうそう。はい、これがさっきのこれですね。ああ、そうか。あの、そこだ。こう。はい、でこれ受けられたもんだから、はい、相手はこれをこうでない、まあ、こうでもいいですけど、はい、まあこうでもこうでもいい、はい、こういうふうにでこうなる、そうそう、こうで、僕は受けられそれに対してこのように返しました、はい、でそうすると相手は少し後ろ向いてください、後ろ向いて後ろ向いてこっちで大きくフックすることで、そう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 、それで僕はこちらにあの一歩下がってこれを受けます、はい、でこの空いてる手があるじゃないですか、はい、空いてる手で僕のこのボディ、そうそう、はい、ここで肘を落としてこう、はい、あ、ちょっと映って、はい、相手がこう来たところ、はい、肘を落としていく、はい、もしくはこう下段払いでもいいです、おお、面白い、あの、はい、実践的だとほとんどこのガードになると思うんですよね、はいはい、もしくは肘を落として、はい、で僕が今度は逆のターンになります、はい、足僕があの一歩あの出るんですけど、もうこん足はもう同じ何向きになってるんで、大きくこの形のまま下がってください、はい、そう、それで下がる力を利用してほとんど、いや、これこれだけです、はい、で、今度受けましたね、はい、次これをワンツーのこれを受けます、はい、いや、こっちで同じ片手で、あ、ワンツー、右手で受ける、右手で受ける、はい、さらに僕はこういうの、はい、下段から、いや、右手で下段から、あー、こうなんだ、あ、片手の、はい、で、あの、僕が左手で肘をやってきた時、こっちで、うん、これで、これ少し下がってます。で、ここがあの打ちに来て、これを打ちに来たのをこう、そしてそのまま手を下ろし、これも下ろし方というのは、この肘がそんなに上がらないで、いやいや両方とも肩を下げたままで下ろす。そう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 。うん、そうそうそう、まあ、例えば多くの人がこうやってやろうとしますと、もうこれでいい。おお、もう肘全然上がってません。わあ、すごい。まあなかなかそれは難しい。でもイメージ的に、そうイメージしていくとだん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 やられ慣れてるうちに、自分がその動きできるようにやられる。やられるのも大事ですね。っていうことはほとんど99%やられるやつ。あれですよ、ファイナルファンタジーが青魔道士ラーニングっていうことだから。そうまさにそれ。まさにそれで、ほとんど本当のことです。99% やられ役でいいと思う。それが一番の僕は練習方法だと思います。やる方は幻です。なぜならば、やる方っていうのはあの自分自身があの、うん、できたかできなかったかって分かんないじゃないですか。うん、やられたっていうのは確実に本物なんです。失敗と一緒ですね。失敗に教訓は必ず、成功した時にたまたまうまくいった以外のことがないこともある、ね、うん。でも失敗には必ず理由があるんです。はい、だからその失敗する方法を常に学ぶことによって成功する方法を逆算していくっていうことが練習 99%、 モチベーションを上げるための 1% がそのあれ成功体験であって、成功体験からあんま学びはないんですね。あとはまあいわゆる一応そのポーズを覚えなきゃいけないっていうぐらいです、うん、それぐらいなもんです。だからそのポーズを覚える 1% がまさにその 1% 以外は本当やられやく、まあ、もちろん人に見せるためにはその相手の上達のためを考えれば自分がやり役側になってやられ役をやらせるってことが必要ですけど、自分の上達のことだけ考えていればもうやられることをずっとやってるのがいいと思います。その気持ちがゴム栓の気持ちを必ず生む、はい、それ不安定じゃないですか、やられ役って、はい、それってもう自分がその不安定のやつを、つまりこの立つ不安定立つ練習を常にやらされてるってこと、はい、じゃあまあ今日ここで ありがとうございます。へえ、面白い。